料理がしたいというよりは鉄のフライパンを使いたいっていうとこから始まったんですけど、こういろんな位置をこう書き続けて自分に合う位置をこう模索し続けてるところですね。樹形がやっぱりとても面白いんで、もうオンリーワンな、すごくスペシャルな感じがあるので、そういうのをこう自分の身の回りにあるとすごくこう、なんていうんですかね、気分がこう高まるというか。演技派個性俳優として知られる滝藤賢一さんが、自身、滝藤賢一の凄さをはにかみながらも明かしました。自宅に植物の鉢が600鉢以上、すごいですね。すごいですか。ありがとうございます。こんなにたくさんの鉢をお持ちということで、鉢というか、植物ですそう、もちろんそうですね。ね、入ってらっしゃる植物。かなり場所も取りますよね。そうですね。ただもう僕は植物というか、そのガーデニングをがすごく、仕事とのバランスが取れるといいますかね。一旦こう仕事から離れられる、とても重要な趣味というか、樹形がやっぱりとても面白いんで、もうオンリーワンな、すごくスペシャルな感じがあるので、そういうのをこう自分の身の回りにあると、すごくこう、なんていうんですかね、気分がこう高まるというか。料理ごとにフライパンを使い分けている。そうですね。鉄のフライパンにをいくつも持ってまして、いろいろ大きさと深さとね。で、卵焼きはこれとか、あとなんだろう、ベーコン焼くときはこれとか、餃子焼くときはこれ、お野菜がいっぱいの野菜炒めと作るときはこう深いやつとかって、こう料理ごとに分けてます。なんですかね、だから料理がしたいというよりは鉄のフライパンを使いたいっていうとこから始まったんですけど、なぜ使いたかったんですか？なんか見た目が、やっぱり何でもそうなんですかね、植物もそうなんですけど、こう見た目がすごく魅力的で、こうなんとかこれを使いたいというか、っていうところから始まりましたね。1だけは書き続けている。好きなんですよね、字を書くのが。なので、どうしてもこうセリフを覚えればいいのに、台本もすぐこう台本に何かこうバン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 書き込んでいってしまうというか。意外に1って難しいんですよね、そバうランなんスです取るよ。の。なので、こういろんな位置をこう書き続けて、自分に合う位置をこう模索し続けてるところですね。滝藤賢一さんが登場したのは、半導体素材メーカーレゾナックの新 CM 発表会。レゾナックが半導体の革命児になることを宣言すると、滝藤さんも思い込みを打ち破って進む目指す姿を得意な書で表しました。ちょっと待ってよ。ちょっと見守もうりしね、ます。いきますよ。いい、もう書いていいんですか。お願いいたします。力強い。それでは見せて、何と書いたのか教えてください。存在です。すごく味のある。こういろいろ経験して、いろんな仕事をさせていただく中で、たどり着くのは存在かなって思うんですね。人間の厚みというか、そうですね。そこに存在するだけでこう成立させられるような俳優を目指して頑張ってはおります。滝藤賢一さんが科学者に扮し熱演する映像が公開されました。日本の半導体が遅れている？そんな思い込みはもう捨てましょう。材料技術で世界をリードしてきたのは私たちレゾナックをはじめ日本の化学会社。次世代半導体もガンガン進めて。ガンガン何ですか？次さらに2ぐらいまでいけたら、やっぱそのあたりが、そうですね、スペースで再配線できる。あ、じゃあ SIC だ。 SIC はワイドバンドギャップ材料でバリが性能質が高い。はい、こんばんは。マンマンマネちゃん。はい、と、次
突き進む一方で開発は地道。 SiC はワイドバンドギャップ材料でバリア性能指数が高いんですけども、まだ 100% 力を出してるかっていうと出せてない。それってまだ伸びしろがあるということ、対抗馬のガリウムナイトライドにも負けませんよ。あ、つい夢中に。ありがとう。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、滝藤健一さんが専門用語を連発の熱く燃える科学者となり、日本の底力を訴える CM がこちらです。半導体は次世代へ、進めるのはレゾナック。日本の半導体が遅れている、そんな思い込みはもう捨てましょう。材料技術で世界をリードしてきたのは私たちレゾナックをはじめ日本の科学会社。次世代半導体もガンガン進めて。と突き進む一方で開発は地道。インターポーザ基板の同配線も今は 1.5 ミクロンのライン&スペースで再配線できているが、さらに1進めレゾナック。追務中に科学の力で社会を変えるレゾナック。うわ、すごいこと考えるなと思って、はい、結構なんていうのかな、集中したというか、うん、じゃないとこれもしかしたらずるずるこうセリフが出てこなくなって、どあこうハマっちゃうと、もう僕らもセリフ出てこなくなっちゃうんで、うん、その前にビチッと決めたいっていう気持ちで臨んでました。この日11月22日はいい夫婦の日。さあ、そして最後の質問なんですが、はい、今日は11月22日、うん、いい夫婦の日なんですよね。夫婦円満の秘訣って何かございますか？僕聞きたいよね夫婦円満の秘訣。まあでも僕、どうだろうな、思いやりじゃないですか、うん、と思います。やっぱりこう、この間もちょっとこんな話していいのか分かんないけど、あのテントウムシがうちの中に入ってきまして、うちの妻はあの虫がちょっと大の苦手なんで、こうギャーってなってたんですけど、あのそのテントウムシを出してくれって言われた時に、外にね、逃がしてくれって言われた時に、ちょっともう疲れ果てて一歩も動けなくて寝たふりしてたんですよねそしたら大喧嘩になっちゃって、やっぱりこう妻を思う気持ちが足りなかったなと思って、思いやりですこれ大丈夫かこんな話演技派個性俳優として知られる滝藤健一さんが素顔の滝藤健一の魅力を披露。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。